広場。広場は都市において、主として多くの人が集まるために設けられた広く平らな場所、歩行者空間のことである。人、物、情報等の活動蓄積が見られ、公共に開かれている場所を指し、元来は都市の中にある、教会前、広場、駅前広場等の物理的な空間と認識されていたが、近年はネットワークにも仮想広場が存在し、 ここで、情報集積、交換、商品売買等が行われる。ヨーロッパにおいては、アゴラなどのように古代イギリシアの時代から都市に、計画的に配置された広場があった。歴史的に都市住居が密集化しているため、教会や宮殿、市場などの前に、一定の空地を確保し、政治的に重要な儀式を行ったり、コミュニティの中心機能を持たせた事例が見られ、 現在でも、祭事のほか、民間の各種イベントにも使われている。図と地という心理学の図像学で使われた概念の中で、グラウンドという言葉がベースを形作るもの、これに対して図形性のあるものを指すフィギュアということが、均質化したものと際立つ特徴を備えて、突出しているものを指している建築用語としてあるがグラウンドは地面や、 基本的にある地形や大地という意味である都市におけるグラウンドを考えてみと、パリの街並みは基本的に同じ高さの建物が続いていて、突出した建築物は少なく、建物が街並みを埋め尽くし、それだけで存在を主張していない。ノリの図は18世紀のローマの街の建物を黒く塗って、広場や道路を白く抜いただけのもので、図形を持っている方が広場で、 切り取られる方が建物であるというヨーロッパの街並みの発想を表している。ノリノズの建築物と空間を逆転させると日本の街になり、日本では単体の建築物を平で囲み塀の中はプライベートな空間であるがローマでは都市全体が白で街を城壁で囲んでいてあまり緑を植えず城壁の中になるべく密集させて建物を建てようとする代わり、 町には広場を持ち、郊外に広々としたビラを持つ。日本の町の方が、緑は多く植えられていく。日本では、ヨーロッパ的な意味の象徴的な広場はあまり見られない。その数少ない例の一つが、札幌の大津物公園である。常時厳重な警備下にある、皇居前広場は、市民が自由に使える雰囲気ではない。国土交通省の都市計画運用指針。 上記、都市計画運用指針では、その他交通施設として、通路とともに、交通広場というものがあり、次の事項を取り上げている。交通広場の計画、なお、その他交通施設とは、都市計画に定める、都市施設の種類については、法第11条及び例第5条において、定められているが、その他交通施設として、空港、軌道、 都市高速鉄道に該当するものを除き、路面電車は含まれる。通路、道路に該当するものを除く。交通広場、道路、広場に該当するものを除く。が考えられるので、必要に応じ都市計画に定めることが望ましい。都市、3、交通広場、1、2、交通広場の都市計画の考え方を示している。交通広場は交通施設と、 都市計画道路との結節点であり、交通の集中発生量が多く、これらを円滑に処理するだけではなく、都市の玄関として、美観施設を備えた、幹線街路つまり、広場型の道路である。駅前にある場合は特に、駅前広場と呼ばれるが、これは、交通広場である。駅前広場は、道路に付属する交通広場として決定する、都市施設であり。 交通のニーズに合った十分な空間や機能の確保図とともに都市の顔としてのシンボル性、オープンスペースとしての役割にも配慮した整備を進める必要があるが、駅前広場をはじめとする交通結設施設は一緒の交通機関を相互に連絡し、多様な交通需要に対応した体系的な交通サービスを提供する拠点である。なお、新宿駅。 西口地下広場はデモや集会を規制し、広場を通路に解消した例である。橋爪とは橋のたもとを指す。都心に立地する橋では、橋爪に生じる空間に広場を整備し、景観的に高立地である橋の特色を活用した空間整備の試みが積極的に行われている。東京の日本橋は1 9八十年、昭和十五年の修禅寺に、 景観整備として4カ所の橋爪に広場が新設された。橋爪の地盤を掘り下げて広い大理石のテーラスにし、側面からも橋が眺められるようになり、また水を滝のように流す壁線を作り、樹木を配置し、夜間はライトアップされて演奏会や観光のための人力車による橋巡などのイベントも行われている。日本では建設省都市局が、 1980年、昭和55年にモデル事業として、広場公園事業をスタートさせている。主として、商業、業務系の土地利用が行われる地域において、都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供すること、賑わいの創出や、市民の休息、干渉に資するために、市街地の駅周辺に配置する公園、 繁華街の中に担保性のある広場を設けるのが狙い。横浜市の開港広場や埼玉県川口市の木モール、コミュニティプラザなどがある。モデル事業者年度に作られたものは、開港広場記念公園のほかに、千葉市にあずま広場公園、新港市に末広広場公園、金沢市に片町広場公園、長野市に買い物広場公園、神戸市に湯煙公園、である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。